お疲れ様です。サーライドと申します。まあ、今回なんですけれども、まずは、そうですね、お知らせを見ていこうかなと思うんですけれども、まあ、今この動画を、撮ってるのが、そうですね、16日の金曜日の、16時半頃なんですけれども、本日の17時から、こちらの第13回、昇級試験ですね。が、まあ、始まりますということで、まあ、前からお知らせが来とるわけなんですけれども、まあ、今回の昇級試験に向けてですね、まあ、全ての当人の覇者が、まあ、情報修正入るということで、まあ、内容に関してはちょっとこの文面ではちょっと伺えないんで、どんな情報修正が入るかっていうのはまたお楽しみっていう形になってるんですけど、まあ、そうですね、まあ、自分の場合はまあ、まだペンしか、持ってないんで、まあ、うん、あれなんですけど、まあ、当人じゃないな、昇級試験ではこのペン、使っていこうと思ってるんで、うん、どんな修正が入るかなと、まあ、楽しみな感じなんですけれども、まあ、あとは、昇級交換券の個数が、まあ、アップするということで、まあ、これはありがたいなっていうようなところですね。で、あと、まあ、一部バランス調整ということで、まあ、どんな感じで調整が何が入るのかっていうのは、ちょっと、まあ、わからないんですけども、うん、まあ、もう一回、お知らせ来るのかなと思うんで、うん、それを見ていこうかなと思っております。はい。でですね、今来ておるガチャですよね。ガチャが、超人祭の昇級選抜ということで、こちら来てるんですけれども、まあ、昇級試験で、よく使われてるキャラがどうやらピックアップされておりまして、まあ、結構、まあ、重みのあるガチャになってるんじゃないかなと、個人的には思ってるんですけれども、まあ、かつですね、まあ、10連を回すと、まあ、昇級ポイントの5倍薬が10個もおまけでつくということで、うん、石溜まってらっしゃる方は、これ、もう今頃引いてらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと、うん、思うわけなんですけども、まあ、自分もね、ちょっと、引きたいわけなんですけれども、なんせ石が6個ということで、まあ、うん、まあ、引けないっていう感じなんですけど、そうですね、まあ、石ある方は、これ、引いた方がうまみがあるガチャになってるんじゃないかなと、うん、思っております。まあ、今回の昇級試験なんですけど、まあ、自分はですね、まあ、一応、走れる、まあ、できる時間はまあ、うん、やるのはもちろんなんですけど、まあ、ただですね、まあ、毎回ちょっと言ってるかもしれないですけど、まあ、ラーメンの個数が、うん、だいぶ少なくなってきておりまして、まあ、今回、走ると、もうだいぶ少なくなるような計算上になってくるんで、うん、まあ、どうしようかなと。まあ、ただ、今後もうちょっとラーメン溜まってから、うん、その時の昇級試験、まあ、チャンスあれば走ろうかなとか、まあ、いろいろ考えているわけなんですけども、まあ、今のところはできるところまでは行こうかなと。うん、それで行きながら、まあ、考えようかなというような、まあ、ところなんですけども、まあ、皆さんはどうでしょうか。まあ、もしかしたら新しい昇級試験、当人の覇者戦キャラ出るかもしれませんし、まあ、さっきのお知らせ上では何もなかったんで、まあ、うん、何もないのかもしれないんですけども、まあ、イタチも、まあ、いずれは、うん、交換のところで、交換できるような感じのラインナップに、乗ってくるような、形になるとは思うんですけども、まあまあ、お知らせではちょっとまだわからないですね。うん、で、一応ですね、うん、自分の昇級試験の編成を、うん、ご紹介させていただこうかなと思うんですが、まあこんな感じですね。はい。まあいつもと一緒です。うん、というのも、やっぱり、ガシャで、うん、最近のキャラとか当ててらっしゃる方は、まあ、うん、昇級試験のたびに編成っていうのは様変わりしていくんだろうとは思うんですけれども、まあ自分の場合はもう、はい、知ってらっしゃる方は知ってらっしゃると思うんですけども、もう全く当たってないんで、もうずっとこの編成ですね。うん、自分のボックス内見渡して、どれで、行こうかなと考えたときに、うん、まあ、スピード重視っていうのはまず一つあるんで、まあ、これかなという編成が、まあ、やっぱりこの編成で落ち着いてしまうんで、まあ、いつもと一緒なんで、まあ、紹介というか、まあ、詳細まではね、うん、まあ、引っ換えさせていただこうかなと思うんですけど、まあ、これで、うん、行きたいと思います。はい。まあ、というわけで、はい。まあ、あと30分弱ぐらいで、昇級試験が開始するわけなんですけども、まあ、はい。皆さん、頑張っていきましょう。というわけで、今回の動画、出させていただきました。はい。というわけで、今回の動画、ここで締めさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。